皆さん、こんにちは。出口博史です。さあ、イコールの関係、今やってますよね。主張に対して、具体例、体験エピソード、さらには引用。ね、これはイコール。ということは、一箇所わかれば、イコールだから、読まなくても全部わかるんですよ。で、大抵の人はね、例えば、文章にエピソードがある。具体例があれば、そこに引きずられてしまうん。ね、というのは、 わかりやすくするためにわかりやすい例を挙げてるわけでしょう。そうすると、そちらが大事だと思って、その中のどっかの部分を線引っ張ってしまう。実は全部それは飾りなん主張は抽象だから、これわかってないと大抵の人は見落としてしまうんですよね。だから要点をうまく捕まえることができない。さあ、この以降の関係の最後は、比喩なす。比喩だけはちょっと違うんです で比喩と言ったららおそく、ね、感覚だ、と思ってるかもしれませんんけど比喩こそ論理なんただ何に例えるかと言ったら、当然ね、筆者の感覚っていうのはそこに入ってくるけども、読む側にすれば論理なんですよ。今、筆者が伝えたいことがある。この主張は、抽象的な歌手であると言いましたよね。となると、こう思う人が結構いるんですね。なるほど、それは、 頭で分かったけど、なんかピンとこないな。形をね、はっきり持ってませんから。そうすると、そこを次に、身近なものに置き換えたらば、あ、そうなのか、と言って分かってもらえることが多いですよね。つまり、抽象的なものを分かりにくいところを、読み手にとって身近なものに置き換えることによって、あ,あ、分かったと思ってもらえる。これが比喩なんですから、比喩っていうのはね、 ね、これは、例えるものと、これが、イコールの関係なんですよ。例えるものと、例えられるものが。ただし、ここでは、たった一つ条件がある。この条件が大事。何かと言ったら、共通点がないと、例えることができない。共通点がないとね。これをしっかり頭に置いてください。これが必要になってきます。共通点。例えばね、 少女の方は鉛筆のようだった。どうですかあまりイメージできませんよね。少女の方は鉛筆のようだった。つまり少女のほっぺたと鉛筆と共通点がないからです。だからピンとこない。少女の方はリンゴのようだった。と言ったらば真っ赤なほっぺたとリンゴ、赤いリンゴが共通点があるから我々はイメージできますよね。 必ず、例えるものと、例えられるものを明確にする。そして、何が共通かを考える。こういうふうにね、すべて論理的に、頭の使い方、考え方ってのがきちんとあるんです。で、こういうのを知らずに、自己流でなんとなくやってるんですよね。だから力がつかないんですよ。この比喩には2つある。直移に対して、引移。隠れた比喩。これ、これをメタファーと言います。 直憂というのは、これが比喩ですよと示して使うもの。ようなとかみたいな。少女の方は、リンゴのような。ようなってのは、このリンゴは比喩ですよと言ってる。これが直憂。に対して、リンゴの方法。と言ったらば、ようなみたいなのがないですよね。でも、ほっぺたがリンゴのはずないから、これは隠された比喩陰憂なんだ。メタファー。そして、試験でるのは、ほとんど陰憂なんだ。 の場合は直,直して考えればいい例えばね、例あげると、まあ、皆さんもうね知らないと思いますけど、昔ね、松田聖子という歌手が一世を風靡した。で、そこの、ね、歌のタイトルに瞳屋ダイヤモンドっていうのがあったんですよね。瞳はダイヤモンド、これが隠誘なの。だって、瞳がダイヤだったら、それは高く売れるかもしれないけど、目が見えないから嫌ですよね。じゃあ、瞳はダイヤモンドを線引っ張って説明せよと言ったらどうしますか 因影は直位直す。どうやって直しますか共通点を抜き取るんですよ。瞳とダイヤモンドの共通点はキラキラ輝いている。っていうことは説明せよと言ったらこうですね。瞳はダイヤのようにキラキラと輝いている。で、これで説明になるんですよね。で、こういうふうに因影は直位直して考える。その時は 何を、何に例えたのか、共通点か何かってことを考えてください。ね、こういうね、論理的に解いていくんです。はい、じゃあ早速ね、問題やってみましょう。こっち見てください。さあ、面白い文章でこれ、 まあ、詩人の書いた文章、詩人らしいですよね。幼い頃、君は、梯子の段を早く一段置きに登れるようになりたかった。まあ、君が誰かってわからないけども、おそらく自分の子供でしょうね。ね、子供に対して君と語りかけたような文章ですよね。できるだけ早く、梯子を登って、滑り台の上を自分だけのものにしたかったのだ。滑り台の台の上は狭い。 そこは一人だけの場所だ。狭い台の上に立って、くるりと体を回す。自分が急に巨人になったような気がする。ってことは、自分と巨人が例えるもの、例えられるもの、一降の関係ですよね。この自分とは何かと言ったらば、滑り台の上に立った自分ですよね。ね、つまり、巨人っていうのは大きい、背が高い。 に対して子供はちっちゃいから高いところの風景ってのは見づらいですよね。ところが滑り台の梯子を登って一番上に立って立ち上がった。そうすると当然ね、視点が変わりますよね。背が高い人と同じ視点で風景を見ることができますよね。だからその時の気持ちを巨人になったと言います。それから振り向いて心を集めて一瞬のうちに滑り降りる巨人の殻を破って。さあどうですか 君は本当の自分の大きさになって弾けるように滑り降りる。ということは、わかりますよね。巨人の殻を破る。つまり巨人でなくなる。本当の自分の大きさになって。ということは、巨人は本当の自分の大きさではないんですよね,ね。これは滑り台の台の上に立ち上がってるわけですから、当然、ね、自分が背が高くなったように思ってるわけです。これが巨人ですよね。そして、 一気に滑り降りたらば元の大きさになる。これが巨人の殻を破る。本当の自分になるんでしょう。わかりますよねね、もう着地したらば普段のちっちゃな背の低い子供になるんでしょう。着地は難しい。滑り降りたその時にはもう体はまっすぐにしてピシッと立っていなければならない。カタバルト飛行機みたいに強力飛び出すだけではダメなのだ。ね、だから この滑る時の勢いが大事ですよね。勢いがつきすぎたらば、こう書いてある。前にのめって、よろけて転倒して地面に顔を殴られるのは、無様だ。だから、勢いが、えー、つきすぎると、前にのめって転んでしまう。滑って、降りる。それだけのことなのに、それだけのことが簡単にはできない。下手に滑ってたら、途中で、使える。だから、勢いよく滑ったらば、 ね、これは前のめりになる。でも、慎重に勢いをつけずに滑ったらば、途中で使えてしまう。滑りすぎると尻が厚くなってくる。バランスを崩すと、カエルみたいに滑り台を飛び出してしまう。だから、バラ、勢いよく滑って、バランスを崩せば、ね、これ、カエルみたいにピョンと前にね、飛び出してしまう。こう言ってますよね。まあ、こういうようにね、おそらくね、遊園地で、子供遊びに、 連れて行き、子供が滑り台に乗ってるのを見た父親が、その子供に対して、君という,ふうに話しかけたような文章ですよね。さあ、問題です。巨人に例えられているものは何かと言ったらば、これは単に子供じゃダメです。滑り台の上の子供。あるいは、滑り台の上に立った子供。あるいは、滑り台の上の君でもいいですよね。君とか子供とか。だったら全部もある。 共通点は背が高い。あるいは大きいという点ですよね。と書いてあれば丸。さあ、問題です。巨人になったような気がするとあるが、まあこの時の気持ちですよね。と言ったら巨人。これは比喩ですよね。どんな状況かと言ったら、ちっちゃな子供が滑り台の台の上に立ち上がった状態が巨人でしょう。降りたら巨人の殻を破って、本当の自分、元の自分に戻りますよね。 と考えれば、たくましさと勇気は巨人の共通点ではないですよね。たくましさという勇気は。しかも、ね、当然ね、巨人になった気がするってのは、高い地点から上の景色を見てるわけだから、風景など気にも留めないもおかしい。目の前の風景に満足なんてのは書いてないし、巨人の説明になってないですよね。風景の広がりと同時に自分に自信ができて大人になって、 これいいですよね。自分が背が高くなったんだから、今まで見えなかったところが広く見えるわけでしょ。これ巨人になったからですよね。ね、当然巨人ってのは、ね、自信ができて、ね、自分は大きいんだと。今まではちっちゃな子供だったけど、自分は大きいとい気持ちになったんだから、うわはおかしくない。に対して、絵は、不安も消えて、本当の自分を知った。ここだね。特に本当の自分を知ったが間違い。 これは滑り台の上なんだから、滑り降りた後、本当の自分の大きさになったわけでしょう。ということで、まあ、答えは、うしかありません。どうですかこういうようにね、必ずね、比喩も論理的にね、考えるようにしてほしいと思います。ということで、次回はね、対立関係について学んでいこうと思いますので、ぜひね、期待しておいてください。